Hello.My name is Momo Ka f u r u k a w a Hara.I'm the director of The Mark of Amy.、E、この作品を作るときに一番初めに思ったのが見た人がドキッとするような作品を作りたいということでした。話の元になったのが自分の思春期の記憶で楽しい思い出ばっかりじゃないことが割とある中で 今の自分の感性が育っていくきっかけがいくつかあるなと気づきました肩の跡はその一つを反映させたものです主人公から現れる感情は一つじゃなくて一つなのかもしれないんですけど友情でもありますし恋愛感情でもあると思うんですその曖昧な 感覚を伝えるためににかなり意識しして映像にしましたきっと主人公はずっとえみちゃんのことが好きなんだと思いますそれだけは確かかと実際に書いた紙がこちらです 10cm×10cm 10の小さい紙です なぜこの紙のサイズにしたのかっていうと私がノートの端っこだったりプリントの裏とかに落書きをするのが好きでそのサイズ感で書けば自分なりのいい線が書けるんじゃないかなあと鉛筆の質感もよく出るんじゃないかと考えてこのサイズにしました普段デジタルで書くことが多かったのでこの作画の時間がかなり 楽しい時間となってすごく良かったです <laughs> 作品の画面を白と黒と赤のみで構成したのは血色である赤色を強調させたかったんです事前に何枚かテストとしてイメージボードを書いてそのバランスのいいところを探りました次も線を生かした作品になると思います 今回、肩の後を見てくださった方々、本当にありがとうございます。ノミネートに選ばれて本当に光栄です。Thank you for watching.Goodbye.